はいどうもフリッチです。今回もトレインステーションシミュレーターやっていきましょう。さあ今回もね、駅を拡張していこうかなと思います。さあ今日はですね、朝6時半が、ここの始発で、その後は10時半昼の2時半で夕方に、夕方5時半と来て、最後はね夜の8時半に行くといったところですね。さあ来ますね。6時半の電車が来ますね。で、バスの時間はまあ前回やったままでいいので、ちょっとバス停とかの拡張もしたいんですけど、まあ、今回まずはね利益がちゃんと上がるのかどうかっていうところを確認していかないといけないですね。でも前回最後にこのね待合室的なものを作ったんですよ。まあ、これでこの駅のね評価もぐんと上がったんで、まあ、これは重要かなと思いますね。ああなんか壊されてるんだけど、まさか、警備員がね、あなんか増えてますね。フォトブース、何用それは何用なんだろう。フォトブースでもいいですね。で警備員をねもう一人雇いたいと思います。でこいつがね、朝9時からミッドナイトまでいるんですよ。こいつ朝5時から、まあ、夕方の6時ぐらいまでいさせようかなと思います。きついかな朝じゃあ11時に、まあ、2人いる必要はあんまないんでね、まあ、昼出勤って感じにして、まあ、2人いる時間もあるっていう感じにしつつ、こうやってムードを高めてね、まあ、終わりはやっぱりミッドナイトにしましょうか。これで全時間カバーできてるんでなんとかなるかなと思いますね。でまあその人がねよく倒れるんでこの駅では、まあ、1日あたり大体3人くらい倒れると言われているこの駅で、まあその救護をしてくれる人ですね。医務員がまあ2人いて、まあ昼3時から夜までと、朝7時から、夕方6時まで。でまあねこの駅の清潔さを保つ清掃員を2人雇っていて、朝8時から夕方5時で昼2時から朝の9時といった感じでね行っているので、まあこれでほぼねどの職業も、カバーできているかなと思いますね。時間またただただ利益を貪っていけばいいですね。いやーなんかそうだ、なんか置こうかな。オブジェクトなんか増えてない、こんなあったっけ前。こっちのね高級な建物を置きたいんですよ。このニュースペーパースタンドっていうのを押すとインフォメーション10ポイントをプラスされるんですよね。でインフォメーション値がですねまあ結構高いんで置かなくていいんですけど、そうだな、まあいいか。でこの証明写真の置きます。証明写真じゃないかフォトブースだね。何用なんでしょうね、この駅のってことだよね。こういうのはやっぱ人前に置くべきじゃないかな。なんか券売機の横でなんかやってるのも嫌だよね。これどこ置こうかな。この辺置くか、なんか間に置いとこう。はい。まあ使うもんじゃないと思うんですけどね。あとはそうだね、なんかお金が得られるものを置きたいですね。今んとここのスナックフードの自販機と、まあ、このホットドッグを売っているフードバイクだけなんで、ご飯食う場所があるんですよ、どっかに。これだね、このフードステーションっていうのがある。これ8万5千ドル。8万5千ドルしちゃいますね。ちょっと高いな。これやると、果物を売ってくれるんですが、これをカートレート1万5千ドルですね。いやどこ、ここぐ圧力でしかないね。ああ来ましたねこれ、見てくださいこの自販機を殴ると言われている集団。彼らねこう来まして、あっ券売機殴ってますね。警備員がいないんですか。これひたすら殴り寄るんですよ。これこれ何、たまにやめたりしますね。なんだろう、諦めんのかな。あ、見る、ここにいますねこいつ。止めさせてますね。やったら分かってんだろうなと俺の目の前で。あ、見つけましょう。ほら見てますよ。
すごい見てますね。これは、帰りましたね、あいつらね。さて、では、これは何時だ ?5 時、50分か。あ、これ一番お金が手に入るナショナルの駅ですね。駅というか、電車か。これがね、かなり利益が手に入るので、850ドル、650か、850とか、単価が高いんですよ。だからこのナショナル攻めをしたいんですよね。だからここにこのニーズに合った人がいれば、どんどん中に入っていくわけですよ。なので、こういうね、上級国民様向けにね、バスを置きたいと思います。バス停を置きたいと思います。高っ。え、5万ドルすんの?あー、やっぱ高いんだね。うん、やっぱふかふかなシートとか用意してるんですかね。ちょっと今日は出せないですね。3000ドルしかないんだけど、あ、これもなくなってるよ。逆に今3000ドルしかない、大丈夫なの。何費でしょう、ビルドコストかな。4万2000ドルかかってるよ。さあ、最大の利益起こってるんですけど、このビルドコストが高かった。多分バスで何かあったのかな。さあ、とりあえず進めましょうか。ここでの利益ではちょっと厳しいものがありますね。次はナショナルじゃない?来るのって。来ましたね。だいぶ買ってるよ、みんなチケット。さあ、来ました。ちょ2車両2車両ですね、できたら2つ呼び込めれば大きいよね。さあ、どうぞこちらに来、楽しんでってください。新鮮な果物からホットドッグ、自販機まであります。全然ないけど、そういうといいですね。でもあんまり人入んないな。単価高いからね、その働いてる人3人分を1人で補ってるぐらいの利益ですね。さあ、ベンチ案外座らないもんだね。こっちとか誰も座んないからね、みんな。待ってもいいんだよ、そこで。すごい奥まで行くね、この人。あ、で帰ると、うわ無駄。あ、買いましたね。150ドル、150ドル、あ、150、あ、150ドルなんだね。案外利益出ないですね。400とかいくと思ったんだけど、自販機と変わんないね。フルーツ、まあフルーツだもんね。熱しは高いですけどね。ちょっと評価上げていきたいですね。プラットフォーム1っていうことで、まあしょうがないんですけど、今日の利益は最後に確認しようか。で次は、2時半ですね。Your time table is locked. ああ、次決められるのは、まあ、その深夜から朝5時までの間だよっていうことですね。まあ、それはね、その日中にタイムテーブル変えるわけにはいかないから。最近人倒れないですね。倒れてもいいようにね、置いてるんですけど、ゴミも捨てないし、どうした、なんか治安良くなったな。入って入って、どんどん入れ、入れ入れ、いけいけいけ、ゴー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 。まだ小さいかな。結構いい利益だね。なんか増やしたいな。でこの黒いのは、誰でも来る、どっちもって含むと思うんだけど、やっぱ特化型をね、また置きたいわけですよ。これやりすぎなのかな。こんな感じにしとこうかな、ね、こんな感じかな。で、一回ね、このナショナルのバスを置いてみたいんだよね。5万ドルするんですけど、このためにちょっと貯めてみようかな。さあ、今日は、5時半のね、ナショナル駅ですね。ナショナルのやつが来ると。
車両タイプのことなのかな。これ2階建てだよね。上の部分でなんか食事とかもできるような。何あ、捕まえましたね、ボートね。でも100から850で850ドルもらってるっていうことは最大利益をもらってるってことですよね。あー、でも壊れてる。ちょっと待って、くっそ、あれなんだっけ、自販機か。破壊魔がおりますね。メールボックス置いとこうかな。なんか自販機なくなってるんだよ、自販機。あれ、これ椅子いつ消した、持ってかれたかな。2個並べとくか、とりあえず意味ないですからね。置きまくるか。置きまくろう。で、ここに意味ないクロックかな、テレビ、タイムテーブル置いとくか。いや、なんかタイムテーブルだけですね。自販機いいですね。めちゃくちゃ危ない位置に置いてるけど、さあ、もうこれでボートが来なければいいんですけどね。このボートに壊されるものがめちゃくちゃ集まってるんでね。正直警備員を1枚という、うわすごい人入りますね。いいですね、いいですね。利益どう、みんな入る、みんな入るんじゃない、これ案外入らない。あー惜しい。で、今ので今日は最終ですので、収支報告ですね、いきましょう。今日はですね、23,000ドル、あ、昨日より少ないかな。でもビルドコストや、さらに給料減ってるな、給料減ってますね。で、まあ、もろもろの経費で、経費含め15,000ドルで、利益は8,000ドルですね。で、今日のポイントとしては、まあ、昨日より、まあ、トラベラーが少ないと。で、パッセンジャー、まあ、運んだ数は、多い。エマージェンシー204、これすごい。微妙なのかな。テーブルをじゃあセットしようか。シティリンクな、あった方がいいのかな。やっぱそこの客層の違いとかもあるもんね。最終便シティリンクにしようか。でそうするとね、まあ、元でのこのコミューターもガス停がないんで、そんな重視するもんじゃないからね、こんな感じでいきましょうか。はい、次の日いきましょう。だ、最後まで残ってる人は多分客層が違ったってことですよね。乗りたかった電車と違うのが来てしまったと。で、この来たお客さんが、どうするかっていうのみたいな、こいつ今来たわけですよ。そうですね、追いましょう。だ、来ましたと。これはなんか戻る気がするな。戻りましたね。なんで降りたんだろうね。めっちゃ自販機にいますね。あ、なんかバクってんのかな。自販機壊れてない。あ、そうでもないか。こいつずっと押してますよ。気になるね。あ、来ましたね、次の。こっちか。タクシーから定期的に人が来るので、タクシーは結構効いてますね。やっぱ利益がね、少ないですね。そのやっぱ人を運ぶだけじゃね、利益にならないんで、やっぱホットドッグを食べてほしい。ホットドッグ食べてほしいな。あ、来ましたね。作り替えるか、この辺とかさ。待って。一部分だけスペシャルなやつにするとかして、ゴミ箱とかはちゃんと置いてるし、インフォメーションポイントはね、高い水準を維持してるんで、だいたい、あ、でもこのコンフォートか、これもマックスになりましたね、今回評価が。あとサイズとプラットフォームですね。これはまあ駅自体の規模の話だと思うんで、まあいじりようがないかな、まだ。なかなか利益上がってますね。
今何人何のキャラクター？今 C リンクか。全然見てなかったな。結構利益上がってるはずなんですけどね。で2車両というか線路が2つあれば今この来ている労働者でも、カバーできるんですよね。やっぱいろいろ物がある分だけってみんな買い物はしてくれますね。さあさあさあ、買い買い買い、どんどん買い。一つの車両に対してね、券売所が4つあるっていう。さあ来ました。もうこいつは間違いなく入りますね。赤だっけ？赤だっけ？あ、いいね、人めっちゃくちゃいますね。よしよしよし、いいですね。次は一番の稼ぎ頭が来るはず。5時半ですね。で、あの人たち用のバスを、作りたいんでね。ちょっと今回お金貯まったらいいんですけど、5万ドルあればいけるらしいんで。さあ来ましたね。今5日目か。このモード自体は60日間だっけ。なんで結構過ぎちゃってますね。ランキングがあるんだ。いいぞいいぞ。さあ次で最終、ああ最終もそうだ、シティリンクに変えたんで、これまたね、どうかな。シティリンクそんな人いるかも試したいですね。でもやっぱ全部の客層カバーできるようになればすごい利益が上がると思うんで、どうかな。入る結構。あ、650ドル、850。あ、でも結構いいね。そんなすんの。150ドルもあったんで、そうか、最低はやっぱ低いんだね。お、これやばいぞ、利益今日半端ないんじゃないですか。さて、収入チェック。4万ドル。え、そんな増えた。やっぱタイムテーブルというか、いろんな車両を呼んだ方が利益になるね。やっぱ拡張がないんでポイントはめちゃくちゃ低いですけど、これでどうしよっかな。何をバス呼んだ方がいいんですかね。あ、ゴミです。久々にゴミを見ましたね。もう何もないでしょ。帰ってください。逆にでもこんだけの人が乗るものがなかったということですよね。青色のチケットとか持ってるので、それは申し訳ないな。あー、でも2車両無理ですからね。お金でも8万あるな。引いてみるか。とりあえずコントロールなんとかっていうのがいるんですよ。こういうこと。あ、つながりましたね。あと、どれくらいいるのこれ。3000ドルだから、あ、待って、タイムテーブル。あー、日が変わってるっぽいですね。シーリング、シーリング、ナショナル、コミタコミタ、シーリングやりましたね。5時半がシーリングに変わって、逆に労働者が少ないんで休日になるのかな。これつなげたいな。で、また6000ドルしかないですね。そもそもね、私これを着たいんですよ、このチケットブース。これを置いて、あ、そうか、しまったな。まあ、これは人がいるやつですよね。これをね、この自販機の位置に置こうかなって考えてるので、まあ、その時が来たら置いてみようかなと思います。
さあ来ましたね。この時間はナショナルか。ナショナル線飛びましょう。さあ来ましたね。旅行者って意味だけど、その後は気になりますね。あ、いいですね。入りますね。入りますね。いいですね。やっぱ賑わいが違いますね。乗り方がぎこちないな、しかし。あ、来ましたね。なんかもっとないかな、よくできるもの。人をもっと呼びたいですね。フードステーション置いたら来んのかな、人。で、コントロールルームってなると、トラックの維持数ですかね、多分増やせると思うんだけど、10万って。やっぱでもこの60日間のうちに目指すのはやっぱコントロールルームですよね。これがないと駅としてやっぱ評価されないと思うんでね。さあお次の電車は、3時半もうすぐですね。さあ久々に来ました。この板、チケット誰も買ってないよ。大丈夫、乗る人いるんですかね。あ、こいつね、チケットが違うのでここで止まってますね。この人ミスったかな。この時間でも次のチケット買ったんでしょうね。緑色のチケット持ってたので。あ、キーいっぱいありますね。ターンオブジェクト、チケット、パッセンジャーモード P。 あ、こんな便利があんの。誰がまだ幸福度というかムード、何のチケットを持っているかですね。これ重要だね。で、これは何も持ってない人たちで、今赤と青が、青、緑が多くて、赤だらけだな。にしても優先度ナショナルが一番上かな。なんかめちゃくちゃ、なんで青持ってんの。青もそう来んのか。あー、なるほどね。でもこうパッと見やっぱ緑がやっぱ来るから多いように見えますけど、赤も非常に多いですね。持っていれば入っていったといったところなんだよね。そうか、全然帰らなかったな。緑色でも多分ね、この同じ時間のやつがあるんですよ。どっちかってのあるんでしょうね。いやー、そこ厳しいね。全員乗せたいな。あとあっちだってここで自販機買うくらいでしょ。あ、来ましたね。こちらが、最終の、シティリンク用ドームですね。緑色の人たちがいっぱい入っていくはずなんですけど、早いくの。早っ。全然乗ってないですね。でも赤多いですね、やっぱこう見てもね。赤攻めしよう、赤攻め。これちょっと朝見てみたいですね。朝やっぱどういう目的で来てるかとか分かるかな。よし、じゃあ次の日でラストかな。とりあえず線路引いてみたいですね。さあ、昨日の利益をまず見ましょう。まずそのタイムテーブルを合わせるんですね。でも赤この終盤ないのか。これ赤の方がいいな。シーリンクも、でもシーリンクしかないか、こっちかね。逆にしてみるか、こっちのシーリングしてみようかな。何が変わるんだろう。車両数一緒だし、時間一緒だしね。まあ何が変わるか分かんないですけど、まあいいかな。はい、で、利益ですね。昨日はね、2万7000ドルと、まあ、落ちてしまいましたね、明らかにね。で、ビルドコストがね、7万ドル。線路を引いたからね。そこかな、そこですね。これ、どうしたら認められるんだろう。ここまで引いて、ここに止めて、
あ、やばお金が、あ、でもここまであれば認められそうですね。消せないよなこれ。あー、しまったね。でもコントロールルームがないと、やっぱり維持できないっぽいですね。逆に言えばあと10万ドルさえあればできるってことなんで、よし貯めましょう。もうここあと9000ドルでここ追加してコントロールルームがあれば、完成ですね。じゃあチケットを見ましょうか。朝来たやつが、まあ、ノーチケットというか、で、まあ、帰っていくと、まあ、ここに帰ってきたとかできるんですね。で、まず最初シティリンクになるわけか。そんなにいないですね、まあ、この状態では。まあ赤も多いかなと単純に思いますね。で赤はね、昼前に1回来るだけなんで、そこ、あ、1回来るか、昼と昼後で1回ずつ来るんで、そこで入ってくれるかなと思いますね。だ結構多いですね。うん、今見た感じで6人くらいいて、7、8と増えていきますね。ここの利益でなんとかしていかないといけないので、待ち合い席めっちゃいますね。嬉しいですね。これ全然直さないじゃん。これ壊せないこれ。なんだろう、無理か。直してくれないからな。でまず1回目の赤が帰った、ナショナルが帰ったので、次のでね最終になるので、これ全員入ってくれないと、ダメですよ。もうあとは乗るものがないわけで無駄になっちゃうから、どうでしょうね。はい、来ましたね。現状でも結構いるので行ってくれるかな。ここ乗らなかったらもうないですからね皆さんね。これ止まって、多分違うんでしょうね。合ってれば触れた瞬間入ってくるんで、もうでもないよこの先。あ、入りました、入りましたね。もう行きますよこれ。3人乗りませんでしたね。さて次は、5時半のものですね。まあ、今ねあとはチケット青と緑のみですよ。いけるのね。いや、なんなら、ここで青乗らないともうないですからね。そうか、そう見ると結構乗れてない人もいるんですね。これなんか残ってる人はね完璧に乗れてないわけ。このがどうしようもないんでしょうね。入れ入れ入れ、どんどん入れどんどん入れ、いけいけいけ、ゴー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 。チケット買ったぞ。今チケット買わなかったか。あー、2人いいのか。あ、いいねいいね、入りますねやっぱり。いいですね。で残りは緑色だけなんで、もう単純に緑色以外のチケットは無駄だということですね。来た瞬間行ったな。Attention please. This is a safety announcement. If you see any suspicious activity or unattended luggage, notify a station personnel. Thank you. そこで1日が終わりましたね。また明日なんか変わるのかな。増えすぎじゃない。何もないんだけどな。すごいでも無駄だな。ここ見ると。さあではタイムテーブルセットしていこう。変わらないってことは変わんないのかな普通に。よし、とりあえず今回ここまでにしましょうか。とりあえず直して、とりあえず直してくれ。なんでいないんだろう。まあこの利益でとりあえずここの線路を完成させましょうか。どう、あ、来ました。あ、ここまで行けんだか。これ以上はってことかな。いや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 、
やいやいや、これはもう明日もバックオーバーって繋がってないじゃん。そういえばバッカバカできやるよこれ。金あるかな。お金がない。これいくらすんの。 500？ あれあるよ。じゃあ、あーまずいな消したらお金は返ってこないか。あー返ってこないか。ノーキャッシュバック。あーどっちでもいいんだこれ。さてはですね、また次回、お会いしましょう。さあ2車両、電車両というか線路が2つになりましたね。これでお客さんのニーズに応えられるんじゃないかなと思います。ただお金が全然ないですね。